ありがとうございます。ありがとうございます。募集します。<laughs> どうも皆さんこんにちは。ダビです。皆さん元気ですか？今日はまたまた新しいダビーチャットのエピソードが始まってます。そして皆さん、こちら今日のゲストはサムエルソングです。 サムエル・ソング、皆さんご存知だと思いますもうクリスチャンの人なら、ね、もうそういうアーティストとして、まあ、クリスチャンミュージックで活動している人として、絶対知ってると思いますよねはい、はい、<laughs> じゃあ、えっと、少しだけ軽く自己紹介してもらってもいいですかはい皆、えー、さん、こんにちは、僕はサムエル・ソングという名前で、えー、クリスチャンシンガー・ソングライターとしてですね、2011年からずっと活動しています。 えー、そうですねそれ以外何かあるかなアルバムを6枚出しました、はい、で今7枚目のアルバムを準備中で、えーまあ、基本的に僕は自分のオリジナルソングを歌ってでその音楽を用いていろんなところで、まあ、神様のことを伝えたいなっていう、はい、そういう感じです <laughs> おおというわけで今日はすごいカジュアルな感じにインタビューをしていきますもうカジュアルすぎてももう何も ももメモはないです。もう頭の中に全部入っていてもう流れでいきたいと思いますちなみに僕がサムルのことを知ったのはもう実は幼稚園ぐらいの時ですよそんな前なんですよもうそれぐらいの時に「いのちのことばの雑誌に載ってあってやっぱり韓国人なのですごい印象的だったんですよじゃあまずそこからちょっと話してもらってもいいですかあの僕もちょっとあんまり分かんないんですけど、うん、ハーフそれか なんかどういう家庭で生まれ育った生まれ育ち、僕はあの生まれ韓国で両親ともに韓国人なんですけど僕が6歳になる5日前に、えー、親が宣教師として日本に来まして、まあ、だから僕は生まれは韓国で育ちは日本ですねでずっと日本の学校に通っているので、まあのー、韓国語もしゃべれるんだけど日本語の方が楽ですね。 はいでまあ、高校を出てアメリカにちょっと留学に行ってたので一応、英語もできてでアメリカに行ってる間に音楽をちょっと趣味で始めてで日本帰ってきて、まあ、もう一回大学に入って勉強してる時に実はちょっと事務所からスカウトされましたです、ねはい音楽を始めてっていう感じですね。はい、なので僕は、まあ、韓国人ですけども, <laughs> けどもっ言い方変だったけど、はい、日本語であの普通に無視してます。 はい、韓国語でいつも僕の,あのセリフが「皆さんこんにちはダビです。元気ですか?」なんですけどそれは韓国語で何ですかそ僕ですごいネイティブじゃないんだけど、まあ、多分「ヨルブンアニャーセオダビーみだ」とかそんな感じかな僕だったらヨルブンアニャーセオサメルソングみりだみたいな。はい もう僕もねあんまり韓国人の知り合いいないので実はそんなに聞き慣れてないんですけど <laughs> まあでも、えー、と一つ聞きたいのが、まあえー、と今日もねあのラブディバインの、えー、とライブをこっちで教会でやったんですけれどもその中で話されたのがその中だったっけ、えー、とイエス様あクリスチャンの家庭で生まれたんですよね、はい、牧師家庭で生まれてでもやっぱりわ僕だってあのクリスチャン のクリスチャンの家庭で生まれたんですけどもクリスチャンの環境で生まれたからと,からといってイエス様を本当の意味で知ってるわけじゃないんですかやっぱりもうちゃんと神様とのあの体験とかあったりするんですけれどもサメルの場合ってあったんですかそのイエス様と出会った時ってそうですね、まあ、クリスチャンホームとか牧師の子どもあるあるなんですけども明確にビフォーアフターがあるわけじゃないんですよで僕はあの神様って存在は僕にとっても当たり前だったので 中学校2年生の時に洗礼を受けたんだけど実はその1年後の中3の時に僕がふとうちの父親の,あの本棚からある本を出してそれを読んでたらなぜか一生の終わりで「あなたは本当に信じてますか救われてますか?」っていう文があってそれを読んだ時にハッとしたんですよあ僕って救われてんのかな死んだらどうなるのかなと思ってちょうどそこにこの祈りを祈れば救われますみたいな その告白の祈りの文が書いてあったのでそれをなぜか読んだの読んで「あメンって言って、まあ、何も起こんなかったんですけどあのその日は普通に寝て朝起きたらなんかこう世界が全部輝いてたんですよでその時にあ神様と出会ったんだなってのが分かった、まあ、でも、まあ、そのいいエピソードがあるんだけどそこからもやっぱいっぱいねアップダウンがあって えー、いろんなところで傷ついたりなんか辛いところ通ったり、まあ、成功してもまた失敗したりとか、まあ、そういう経験を経て僕は徐々に徐々にあ僕に本当に必要なのは神様しかいな,いないなっていうのを徐々に体験していってるって感じでも本当にその、まあ、ビフォーアフターって言えるのかなそういう一応ね、瞬間はありました。はい ハレルヤ皆さんもどうですか会ったことありますかそういうので本当にそちなみにそれは、えー、とその活動はもう始めていたんですかあ、えそのどういうの音楽のその時に、はい、いやしてないです、はい、そうですね。じゃあ、やっぱり音楽を活動し始めた時はもう完全に心の準備ができていたというかそういう意味では僕もともとクリスチャンミュージックじゃなくて普通のいわゆるなんか j p o p 的なやつを そうなんですよ、まあ、k p o p なのか分かんないけどやってたんですよでもまあそれがうまくいかなくて最初は良かったんだけど、まあ、それでめちゃくちゃ挫折してそれこそもう心がポキって折れて3ヶ月ね引きこもってた時期があってでその時にもうなんか信仰はあるんだけど本当に僕のもう夢がもう全部破れて心ボロボロになって。 ああもう終わりだみたたいいなっっっていうのもちょっと色々あったんですよもう事務所の圧力かかって僕が急に辞めちゃってなんかもう全部今まで僕にかけたお金を投資したお金を返せとか僕が作った曲を奪われちゃったりとかいろいろあってみんなもしかしたらそういうのあるかもしれないんだけど、まあ、その時にも本当に僕はそうですね、まあ、1回は辞めたんだけどでもやっぱり音楽やりたいなって。 思った時にあ僕にこの音楽という才能というかたまものが与えられたのはやっぱ神様だから神様に捧げようともともと教会育ちなんでそのちょっとセキュラーに行ってたんだけど、まあ、そこで僕は音楽を捧げて、まあ、そしたらむしろいろんなところで歌えるようになったりで、まあ、今はクリスチャンの音楽やってるんだけど、まあ、それだけじゃなくていろんなところでやったりしてるので、まあ、神様が一度。 まあ奪ったじゃないけど奪われたものをまあ本当に僕がそれを神様に捧げるってなって神様がまたそれを僕にこう祝福してくださったって感じです、はい、わすごいですねでそのやっぱり、あのー、音楽は小さい時から好きだったんですか音楽の他に趣味はあったりするんですかこれは結構サムエルの、えー、アーティスト人生よりちょっとプライベートなことはかもしれませんが。 あそうですね、今今はですね、ちょっと趣味って言っていいのか分かんないんですけど、僕、好きなもの多くて、まずちょっと車が好きなんですよ、車のゲームも好きだし、車乗るのも、運転するのも好きだし、とにかく車見たり、車のことが大好きで、YouTube も車だらけみたいな、<ー>まあそれはちょっとあんまり人前で行ったことないですけど、やっぱりでも、東京じゃないんですか、神奈川。 車って東京とかあんまり使わないって聞いたことあるんですけどそれって本当なんですかどうなんですか僕ちょっと神奈川にいて実は教会が千葉にあるんですよだからあの2時間首都高とか使って教会通ってるんで、まあ、めっちゃラッキーですね運転好きにとっては首都高を教会行くために乗れちゃうっていうなので僕はもうちょっとちょっとまあともう完全にこう都会から外れてるところに住んでるので車ないと生きていけないです なるほどです、あんまりその東京に東京とか、まあ、東京じゃないけど、神奈川とかに住んでる人で、車運転してる友達とかあまりないんですよ、なんかいらないっていうのをまあ結構聞くんですね、うん、で1つ聞きたいのが、サムエルってあの小さいところとか、あの音楽、ボイストレーニングとか、なんか、実はちょっとしたことないんですけど、まあ、父親が声楽をやってて、倉敷君、おーおーみたいな。 でまあ、その影響はあって、まあ、歌心はあったかもしれないです、あとはまあ自己流でやったり、たまにレッスンもし今、サメルあのもうこっちから言うと本当にもう歌がうまいのでやっぱりあの見ている人がもしサメルさんの、えー、生徒、うん、ボーイストレーニングの生徒だとしたら2つ、もしアドバイスをあげるとしたら音楽に関して。アドバイス そうですね音楽って感じ歌っていうか歌に関して言うとですね、まあ、その技術的なことってもちろんあるんですけど僕一つは絶対もうい,いろんなジャンルのいろんな音楽をもう昔の曲から最新のも何でもでもやっぱりこう良質な音楽をとにかくたくさん聞くことがめっちゃ大事ですねなんか歌を歌うからって歌物だけじゃなくて本当にこう楽器だけのジャズとか。 もう演歌とかもうヘビメタでもいいし J−POP でもいいし R&B でもいいし何でもとにかくいっぱい聴くとやっぱ情報がその分自分の中にできるので何かあるたびに、ね、こう不思議と引き出しができるんですよね、はい、それがまあ一つ僕が言えることというか音楽、本当に好きで聴、ね、く人もいっぱいいると思うんですけどもうとにかく幅広く聴いたらいいんじゃないかなと。はい 思います。あとね、歌に関しては僕もそんなになんか技術的なことはあんまり言えないんですけど、あのまあ、こんなこと言ってないいやいや、ありがとうございます。<laughs> あのなんかね、あのカラオケとかでもいろんな曲とか僕こうモノマネしたりして歌ったりするんですよ。<ー>なんかモノマネは一つねありっちゃありなんですよ。変な癖とかはついちゃダメなんだけど、なんか誰かのこうモノマネをするっていうのも。 うまい人のね上達にもなると思うしあとは僕は教会育ちっていうのもあってまあ賛美っていういわゆるゴスペルとかワーシップを歌う時ってこう対象が神様でなんか僕の全存在をねなんかこう捧げて歌うって感じだからやっぱりこう要は歌って心なのでもうその自分の心がすごい向いている時はやっぱりこう声も出るしただ技術でこう発声でっていうよりもね でなんかラブソングだったらねなんか失恋してるときはよりこう心がこもったりとかはいろいろ言っちゃいましたけど結局3つぐらい言っちゃいましたけどそんなな感じでですするほどそしたら僕が今いくつかの言葉を言いますもうシャッフルにもういろんな言葉を言います例えば僕が神様って言ったらサメルはえっとサメルに関して神様何かを一つの言葉で言ってください例ええば神様えーっと なんちゃらと交互にできます。はい、じゃあ神様はちょっと例えだったので、聖霊様、聖霊様は語り合いて、あの聖霊様はこうイエス様信じたらねイエス様信じた人のうちに住まわれるので、もちろん神様なその一人子のイエス様とかいるんだけど、やっぱ聖霊様が一番僕たちの身近にいる存在なので。はい まあ、とにかく朝起きて、まあ、精霊様とかホーリースピリットでもいいしでな,んかなんかあるたびにとにかく祈る対象っていうか喋る対象っていうかが精霊様ですね僕にとっては<ー>、はい、ラブディバインラブディバインとは皆さんあとさあの、えー、とサメルが一緒に活動している一緒に結成,された結成された男性のコーラスグループですラブディバイン いやこれはもうブラザー,ブラ,ー,ザーブラザーズです僕にとって兄弟のような大事な友の方々です、はいうん、もうやっぱり一緒に活動していると兄弟みたいなね神の家族のようになりますね教会, <laughs> 教,会教会は、まあ、僕はあのうちのお父さんの、ね、が牧師している教会なのでしかも僕はそこの教会の今度自分が牧師にまたなるので、まあ、牧師の1人になるので、まあ、ホームですね本当に、まあ、家族っていうか ファミリーでもあるし、はい、そしたら最後に、えっと、サムエルさん最近神様に語られてることもし言っても大丈夫ならそれを通して皆さんにも励ましになれたらなと思うので、えー、よかったらシェアをお願いしたいなと思いますそうですね僕は最近ずっと語られてるのはなんかすごい当然のことなんですけど聖書を読んでてもいつもこう神様に従うイスラエルの民は こう祝福されるでもその神様に従わないとやっぱりなんかこう災いが起こったりしてしまうっていうかそういうね神様が罰するって意味じゃないんだけどこうそういう,こう事態を自分で招いてしまうというかねでもそういうことを通して神様はやっぱり僕たちがなんかこう辛い中で神様を見上げてやっぱり神様しかいないってねこうなるようにこういろんな多分状況を使って。 導いいててくださるっていうかそのようにこう待ってくださってるっていうかって感じなんで僕はとにかく従いなさいっていうのを、はい、ずっと語られてる感じですねな,なぜかっていうとこうやっぱり難しい状況に出くわすことがやっぱりいっぱいあるじゃないですか生きてるとでやっぱ自分の力でどうにもできないようなこともいっぱいあるじゃないですかで僕だったら今までだったら本当にさっき引きこもったって言ったけどもうなんか逃げるか うーんとりあえずお怯えるかもうとにかく恐れるか怒るかみたいな感じの反応をしちゃってたんですけどそんなこう僕を神様は諦めずに待って僕がこう成長できるように忍耐を持ってずっと神様働いてくださっているので、まあ、今、僕がこう牧師になるって言ったのもう僕はもう牧師になるの10年ぐらいかかったんですよ10年ぐらいちょっと自分には無理みたいなでもいっぱいアップダウンがあって。 でも僕がなんで「こうラブディ v i n というグループで歌えてゴスペルシンガーをやって牧師にもなってみたいなこんなインタビューもしてるのかって言ったらやっぱり僕をこう生かしてくださってる神様が僕に力を与えてくださってるからなのでだから僕も今正直結構難しい状況にあるっちゃあるんですよなんか一つねでもやっぱり神様に信頼して神様に頼るえことでしかもうその。 攻略できないので、はい、なのでもうそれだけをしていけば、まあ、神様はまあ祝福してくださるし、強めてくださると思うし、これからまた新しいドアを開いて、あのー、素晴らしい将来を、計画を、神様、見せてくださると思うので、もう信頼して、委ねて、信じていこうと思っています。はい、皆ささんもぜひそうしてみてみください いやもう自分にもも必要な見言葉でした <laughs> ありがとううございますもう本当にこうやってすごい、もうこの会話の中,中ですごい、なんていうか、その活動してると同時に本当にそのシークレットペースプレ,プレースでもう本当に神様との関係を持っている器だということが本当に自分はそれを見て励まされたんですけどね、皆さんもぜひ、えー、サメイルさんの YouTube ありますかあります 最近ちょっと投稿できてないんですけどもこの間新曲の,あのミュージックビデオ出したりしてこれからまたちょっとずつ再開していきたいなと思っていますあのサムエールソングで検索すればホームページとかあの YouTube とかいろいろ出ますはいなので皆さんぜひそちらの方に Apple Music もね Spotify いろいろとありますので皆さんぜひサムエールソングの、えー、音楽を、えー、曲その賛美秒ぜひ皆さん聞いてそして皆様励まされ祝福されますようにというわけで皆さん ここで今日のインタビューを終わりにしたいと思います。皆さん、ぜひチャンネル登録といいねとコメントもぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。じゃあ、韓国語でバイバイってなんて言うのあ<ー>さようならって。あんにょー。あんにょー。うん